2016年ダイエット、今日が9月の26日の水曜日ですね。キスナの体重が 74.8 ぐらいですかね。ボディビル大会の時は70キロぐらいまで行ってたんで、まあ、5キロぐらい増えたところで、まあ、2ヶ月ぐらいを過ごしたっていうのは自分としては優秀な方です。大会が終わってこう爆食いをしないっていうのは今年の目標だったんで、まあ、そんな食べないで進んでますよね。まあ、栄養とカロリーは違いますから、しっかり栄養を取りながら、まあ、カロリーは抑えていくっていうのを目標にしてるんですけども、まあ、今から食欲の秋ですからですね、食べ過ぎないように注意していきたいと思います。まあ、必要以上のものを食べるとやっぱり内臓に負担がかかるっていうのはやっぱりありますからですね、まあ、大きくなりたいって言ってあんまり食べ過ぎるのはですね、まあ、LBJのメンバーさんにはあんまり勧めてないんですけどもね。もちろんやる気があって、まあ、夏場こう落とせる人はね増やしてもいいかと思いますけども、まあ、人それぞれですからね、食事法はですね。まあ、LBJの筋トレっていうのは健康管理ですから、あんまりこう体重を増やさないで筋肉を増やして脂肪を落とすことを目標にしたいと思っております。